皆さんこんにちは。今日は2021年の1月の12日の、ね、火曜日でございますね。平日でございます。今特急南紀1号が紀伊勝浦向かって走っております。皆様ご存知見ての通りだと思うんですけども、紀伊勝浦側についてはね、貫通型 で編成はね3両になってますね。3両でもね、中間車がね、キハ84がついておりますのでね、JR 東海の公式発表の、リリースのね、やつはちょっと違いますねっていうところですね。これでね、ちょっとね、今日はあまり取れなくて、キハ11号のね、12時48分までね、ちょっと取れなかったもんですから、ちょっとこちらに来ました。キハ11号が入ってきましたけれども、いつもとね、違う感じがします。本来であれば、キロ80号がね、先頭車両でね、要するに、貫通型の先頭車がこちらに向かってくるんですけれども、今日はね、キハはね、4両編成でございますね。だから高山編成がついてございません。だから高山行きでございますね。そんな感じでございます。はい、続いて南紀でね、5号という風に表示が出ております。まず4号がね、また入ってきます。それからね、折り返しの5号になりますよっていうところでございますね。相変わらず進入することが早い感じでございますね。今日ね、雨でございます。久しぶりの雨ですね。まあ、この時期の雨はちょっと寒いですから、ちょっと嫌ですね。もうちょっと気温が低ければ雪になるもんですから、雪になるとまたそれはそれで大変なもんですから、ちょっと嫌だなと思ってね、まあ、喜ぶのは子供とね、犬だけだかなと思うんですけど、ね、最近犬もね、ちょっと、ね、喜びませんね。ちょっとね、寒さでね、まあ、室内犬ですね、外に行かないような感じがしてきますね。まあ、そんなお話はどうでもいいんですけど、これ見てみるとね、飛騨と南紀の並び方がよくわかりますね。飛騨も4号、南紀も4号なんですけど、飛騨の方がね、1秒分北側へね、なんでしょうかね、北側へね、1秒分止まってますので、ね、それでね、このような形になってます。南紀が、ね、3秒編成であればちょうど頭が揃ったっていうような形でございますね。はい、南紀5号がね、これで出発でございます。はい、南紀5号が出発でございましてね、それで大体動画にいつもここで終わりなんですけど、今日はね、ちょっとおまけというかね、もう1号取れましてね、6号が取ってあります。はい、そんなことでね、6号はまだでございますね。はい、5号ね、今日雨なんですけども、だいぶね、止んでてね、朝は降ってたんですけど、今の自分はもうだいぶ止んできてるかなっていうところでございますね。また4両編成でございますよね。はい、こんな感じで4両のね、オール4両も本日で終わってしまいましたっていうところでございますね。これね、要するに1号でございますね。1号で行った、ね、列車が、帰ってきて6号になって帰ってきたっていうことですね。この後また7号になって、まあ、ダッシングに向かっていきますよっていうことでございます。スタートするまでちょっと取れなかったもんですから、これで終了でございます。それではね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひともお願いします。また明日会いましょう。さよなら。